もみじ焼き、かば焼きは、身の長い魚を開いて、中骨を取り除き、串を打った上で、素焼きしてから、濃い口醤油、みりん、砂糖、酒などを混ぜ合わせた濃厚なタレをつけて焼く、魚料。照り焼きの一種である。江戸料理の一つであり、江戸の伝統的な郷土料理でもある。また、同様の工程を取らずに、同様の風味や外見があるかば焼き風のものをも称す。鶏肉をローストした鶏かば焼きなど。一般に、かば焼きといえば、うなぎのかば焼きを指すことが多いが、サンマやイワシのかば焼きの缶詰も普及している。一方、高度成長期以前は、ナマズのかば焼きも多く食されたとされる。他の食材としては、ハモ、ドジョウ、ムツゴロウ、カワヤツメなどが使われる。変わり種としては、ナスや湯葉などがある。かば焼きの語源については諸説ある。うなぎのかば焼きは、江戸開発時の干拓によってできた、冷淡湿地に住み着いたうなぎを労働者の食べ物としたことから始まったが、当時は、かば焼きの文字通り、かばの穂のようなぶつ切りを串に刺して焼いただけあり、そばと同様に安い屋台料理であった。なお、かば焼きにすることが多いうなぎやアナゴなどを、タレをつけないで焼いた料理を白焼きという。うなぎのかば焼きは、単に、かば焼きと呼ぶことも多い。うなぎの多くは、かば焼きとして調理されている。かば焼きに使う、タレは、醤油と砂糖などで作られ、半助、頭の部分を焼いて入れる店もある。うなぎの油や身の汁などがタレに混ざり込んで徐々に、風味が良くなることから継ぎ足しながら使う店多い。串打ち3年、裂き8年、焼き一生と言われるように、最適な焼きは難しく、この技量は長い修行によって得られるものとされている。さばき方と焼き方など、調理法は日本の各地域や店舗で大きく異なっている口実を参照。うなぎを扱う店舗では専用の包丁であるうなぎ、先が用いられることも多いが、地域により江戸列、名古屋列、京都列、大阪列など、包丁の形状も大きく異なっている。うなぎのかば焼きを焼く際には、細長いことから、開いたうなぎに竹串などをあらかじめ打っておき横長の焼き台、串焼き器を用いて焼き上げることが多い。調理法の詳細については調理法を参照。うなぎをさばいて焼き上げるまで長い時間がかかり、そのために客はかば焼きが出来上がるまでおしんこをつまみながら酒を飲み待つスタイルがある。昔のスタイルだが、現在でも行われる。このかば焼きを提供する専門店もあり、長く営業をしている老舗店も多い。日本人の食文化に、うなぎが登場したのは新石器時代頃である。その時代の遺跡から発見された魚の骨の中に、うなぎのものも含まれており、先史時代からうなぎが食べられていたとされるが、調理方法は定かではない。文献の記録としては713年、和同6年に書かれた、風土記の記載が最初である。759年、天平法治3年の万葉集の中には、大友やかもちによる和歌が2首を収められている。これは、当時から夏痩せ対策にうなぎを食していたことを示しているが、同時に美味しい食べ物としての位置づけではなかったことも示されている。当時の調理法が、どのようなものかは記録がない。1399年、応永6年に書かれた鈴懸記に初めてかば焼きという言葉が登場し、調理法も記載されているが、それは現在と異なるものだった。かば焼きが登場する以前のうなぎの食べ方は、ぶつ切りにしたうなぎ、あるいは小さめのうなぎを丸々一匹串に刺し、焼いて味噌や酢をつけるというものだった。1661年、万治4年、寛文元年頃に、浅井亮維により書かれた、東海道名所記の中には、うなぎ島が、原、現在の静岡県沼津市原付近を描いた挿絵に、大皿に盛られたうなぎの串刺しが描かれている。徳川家康時代に、江戸湾の干拓によって、多くの湿地ができて、うなぎが住み着いた結果、労働者の食事、雑魚として、串に刺してそばなどと同様に屋台による立ち食いの簡単に提供される安価な軽食とし、食べられていた。うなぎを裂いて骨を取り除き、串を打つという現在につながる調理方法は1700年頃に登場したが、味付けにはまだ味噌や酢を用いていた。下総国野田、現在の千葉県野田市と銚子、現在の千葉県銚子市で作られる関東醤油、濃口醤油の普及に合わせ、醤油を使った蒲焼きも登場した。タレの登場以前から、うなぎは食されていたが、調理法は塩焼きや味噌焼きであった。醤油を使った調理法で醤油のかけ焼きというものがあったが、その調理法では、うなぎから染み出る油のために醤油が引かれてしまい、中まで味を染み込ませることができない。蒲焼きの誕生には、醤油、みりん、酒、砂糖などの甘味調味料の普及と同時に、生きたうなぎをさばく技術がなければ完成しなかったと言われている。タレを使って、蒲焼きにするうなぎは庶民に広がって、江戸料理となったが、手間がかかるものであり、などと言われるほどになった。1700年頃に出された、江戸名所100人一首の絵札に、深川八幡社と、うなぎ売りの露店が描かれており、絵には、露店のあんどんに、名物の大蒲焼きと記されている。これは、古代からの調理法と区別するために、現在と同じ調理法のものを大蒲焼きと名乗ったものである。1723年、享保8年出版の山岡元隣著、蔵保食物和歌本草の中に、焼いたうなぎは山椒味噌や醤油で食べることを勧める内容が記されている。ただし、この時点では、現在のようにタレをつけて焼く、調理法ではなかったとされる。1728年、享保13年に出版された料理もうめ調味賞の中に醤油や酒を使ったものが記されており、味は現在の味に近かったとされている。1800年、寛政12年に出版された万宝料理秘密箱の中にも醤油や酒を使ったものが見受けられ、タレを使った蒲焼きの作り方が確立されたのは江戸時代中期以降とされている。1750年頃には、露店のうなぎ屋は、江戸の江東区深川付近でも数軒が営業していた。元禄の頃には、江戸でうなぎ屋の商いが始まっていたとされ、文化、文政の頃に、現代の和食が完成し、うなぎ天ぷら、寿司などが大衆に流行した。その流行は、江戸前大蒲焼き番付という蒲焼き屋を紹介する本が発売されるほどであった。1760年、宝暦10年の評判句号という川柳にはという句があり、うなぎの蒲焼きが存在していた。1800年頃の江戸には、関西風のうなぎ屋も存在した。参勤交代で江戸までお経した職人や料理人が、そのまま江戸に定住し、そこで商いを始めたとされる。しかしその後、江戸における関西風のうなぎ屋は姿を消した。林弘作著。産毛の京都市城河原、現在の京都府京都市下京区と中京区にまたがる、市城河原町付近での夕涼みを描いた絵の中に、露店で行う、うなぎ売りが見受けられる。その掲げる行灯には、うなぎ裂き売り、銅蒲焼きと記されている。江戸時代後半には、庶民の味覚として定着し、1829年、文政12年、1832年、天保3年の曲亭馬琴日記には、うなぎの蒲焼きの切手、現在の商品券に相当が流通していたことを示す記述も見れる。埼玉市浦和区などのうなぎ料理店が1993年に発足させた浦和のうなぎを育てる会は、うなぎ蒲焼きの発祥地を浦和としているが、上記のように江戸時代の様々な記録から移説もある。スーパーマーケットや、通信販売などでもパック詰めにして販売されるようになった。その場合は、うなぎの開き方の違いによって区別される場合がある。あり頭背開き、有頭腹開き、無頭背開き、無頭腹開き。蒲焼きの作り方は大きく分けると2種類ある。いわゆる関東風は背開きにしてまず白焼きにし、蒸してからタレをつけて本焼きするものに対して、関西風は腹開きでそのままタレをつけて、焼け、関東風と関西風の違いについては後述。浜松や諏訪湖周辺では、背開きで蒸さないかば焼きが存在する。また、福岡では焼いてから蒸すことによって柔らかくするせいろ蒸しも行われている。関東風では一旦素焼きをしてから15分程度強火で蒸して余分な油を落とし、タレをつけてから再び焼く。蒸すことにより仕上がりが柔らかくなり、油が抜けるのでさっぱりとした味に仕上がる。関東風ではうなぎを背開きにする。武士の町である江戸では、腹を切ることを忌み嫌ったために、背中から切るとされることが多いが、他の魚は腹開きにすることがほとんどであり、俗説に過ぎない。実際は、腹から裂いた場合蒸す過程で、外側の身が割れて、串から外れてしまうため、外側が厚くなる背開きが適し、また、成長したうなぎは、背びれが硬く、背開きによってその背びれを取り除くためである。また、背開きをした方が、技術を要して手間がかかるが焼き上がった姿が美しくなる。北大路魯山人は、魯山人味道において、うなぎの焼き方は、地方の直焼きと東京の蒸し焼きがあるが一も二もなく、東京の蒸し焼きが良いと述べている。直焼きでは柔らかくなく、油がしつこいので、ご飯の間に挟んで蒸して、油をお米に吸わせる状態で提供されることがある。ひねこ、2年物などに蒸しを入れないと、ゴムのような食感となり、油臭い。初めてうな丼を作ったのは、日本橋吹屋町の大野屋とされている。関西風では、背開きではなく、腹開きとし、素焼きや蒸しを行わない。蒸さないために、油が多くてそれが焼けた香りがする。うなぎかば焼きは、人気が高い反面、価格は高めで、さらにうなぎは、絶滅が危惧されている。このためうなぎに近い味、食感を楽しめる、かば焼き用食材の発掘、開発が進められている。一つはナマズを使うこと。食品スーパーを展開するイオンでは、ベトナム産パンガシウス科のかば焼きを販売しているほか、2016年からは、近畿大学がうなぎの味に近づけて、養殖技術を研究したナマズかば焼きを取り扱っている。また、うなぎ風味のかまぼこもあり、かずまさかまぼこがうなる美味しさ、うなじろうを、杉代はうなかばちゃんを発売した。また、うなぎの禁煙種であるアナゴでも代用できる。代用品の中では、食感が最も似ているとされる。うなぎのかば焼きは、おかずとして食べたり飯の上に乗せた料理として食べる様式があり、丼飯に乗せたうなぎ飯丼、うな丼、器が重箱だとうな重として食べることが多い。いずれの場合も、山椒の粉を振りかけて食べる習慣がある。漢方薬で消化を助けるとされる山椒をかけるのは、関東で始まった風習とされる。また、おひつのご飯に細かいかば焼きを混ぜ込んで食べることもある。ひつまぶしも山椒。福岡では焼き上げてから蒸す、せいろ蒸しとして食べることも多い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。